今日もタルコフで遊んでいきます。今回は珍しくライトハウスの動画です。ミリアルがライトハウスに来る理由は2つ、旧作とローグ狩りです。今回はローグ狩りの方をやっていきます。使用する武器なんですけど、実際のところ狙撃ができる武器であれば何でもいいです。ミリアルは家に SKS があったのでこれを持ってきました。弾は BT 弾を使っています。一応 PS 弾でもいけますよ。まあ PMC と遭遇した時のことを考えて BT にしています。カバンと武器以外持ってきていないので遭遇したらほぼ終わりですが、多少の気休めにはなります。では実際に狙撃するポイントに移動しましょう。ここの岩のところは地雷があるので左に沿って歩きます。ここを抜けたら岩肌に沿ってまっすぐ進むだけ。正面に見える岩あたりが狙撃ポイントです。ここまで来たら準備は完了です。あとは屋上にいるローグを狙撃するだけ。ゼロインは200にするのがおすすめですよ。では実際に覗いてみます。今回3番倉庫の屋上にはいないですね。そしたら次は2番倉庫を狙います。こっちの機銃にはいない。奥側にはいますね。倒せませんね。ちょっと距離がありすぎたかもしれないので近づきます。ここの階段の下がちょうど狙いやすいです。ここもゼロインは200で OK。 では倒せたので2番倉庫の屋上に行きます。3番倉庫の1階には徘徊ローグが湧くので移動中は気をつけておきましょう。装備が軽装すぎるので負けるときは負けます。だいたい階段を上がって左奥の機銃にもローグがいるので背後から忍び寄って倒します。たまに機銃についていなくて上がった瞬間倒されるときがあります。今回は大丈夫でしたね。ゼロインを一番低くして、あとこの緑の壁の裏にもいることがあるので注意です。全員倒せたので焦りましょう。なんか一番倉庫のローグに狙われていますね。あさったらここから伏せた状態で狙撃します。ここもゼロインは200で OK。 さらに奥の機銃にもいますね。あいつは見張りとして生かしておきますか。これで TMC が来た時にすぐに分かります。道具が発砲しました。これは別の TMC がいそうですね。できるだけ遭遇したくないので早めに移動したいところ。あいつはうるさいので倒しておきます。その前に3番倉庫の屋上に他のやつがいないか確認しましょうか。大丈夫そうですね。 OK。 そして狙撃する前下から足音が聞こえましたね。これミリアルが降りてくるのを待ってます。正直待たれるとミリアルの方が不利なので気合でどうにかします。少し下を覗いてみますか。いました。なんか倒せそうですね。弾は当たったけど倒せませんでした。一旦武器の不良を直しましょうか。こういう時は焦らずにプレイするのが大切です。グレネードを使いつつ降りてみます。相手は建物の中に逃げてますね。
それならミリアルは逃げることにします。正直戦いたくない。今日は戦闘の動画じゃなくてローグ狩りの動画なんですよ。そもそもこのゲームは敵とできるだけ戦闘をしないように立ち回るのが一番いいです。ミリアルは戦闘メインで遊んでいることの方が多いので何とも言えませんが、戦わないで済むならそれに越したことはない。ではさっき倒したローグをあさりに屋上を目指します。そういえば一番倉庫の屋上上がれるようになったの知っていますか？ここの屋上上がれること知らないプレイヤーがまだいるっぽくて、スカブなんかで来るとあさり忘れがよくあります。今回はミリアルがローグを独り占めできているので美味しいですね。3番倉庫と2番倉庫にローグがフルでいたら1番倉庫は漁らずに帰るんですけどね。今回はまだ2人しか漁っていないので全部漁ってから帰ります。ここを漁り終えたら最後は入り口のローグを倒しに行きますか。そういえばミリアルとコウを初めて1ヶ月が経ちました。いつも見てくれる皆さんのおかげで動画制作ができています。本当にありがとうございます。感謝しかありません。では最後に入り口のローグを倒しに移動します。一番倉庫の中にも徘徊ローグがいることがあるので注意ですね。気づかずに倒されることがたまにあります。でもミリアルがプレイしているときはそこまで遭遇率が高くないので意外と大丈夫なことが多いです。この辺から機銃にいるローグが見えてきます。倍率サイトがあればこの辺から撃てばいいと思います。ミリアルは置いてきたのでもう少し近くまで行って倒します。よし、倒せました。一応もう一箇所機銃にローグがいることがあるので確認しておきます。今回はいなさそうですね。それじゃ最後のローグを漁りますか。てな感じで今回はローグ狩りでした。解説動画とかではないので参考になるか分かりませんが、いつもミリアルはこんな感じでローグ狩りをしています。ローグ狩りなんかは回数こなして自分に合ったルートを見つけるのが一番効率がいいです。というわけでいかがでしたでしょうか。今日は珍しくライトハウスでしたが、次回はカスタムの動画を投稿する予定です。だいたい17時に投稿しているのでよければご覧ください。そしてここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また Twitter もやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。